今年の春オープンしたばかりらしくて、それをこう実際お店に行くことで、あ、こんなんあるんだっていう発見ができたらなと思ってるんですね。フラッグシップストア、セキンミュージック、セキン TV、ワクゲイ。はい、皆さんこんにちは、セキン TV のセキンです。今日は車の中からお届けしております。今日はね、とあるところに向かってるんですね。ちなみに隣にポンちゃんもいます。世界最大級のアウトドアショップ、アルペンアウトドアーズ。今年の春オープンしたばかりらしくて、まだ新しいお店なんですけど、今日はそこに行きます。で、なんでそこに行くかというとですね、少し前にあれやりましたよね、人生初の車中泊。おかげさまで非常に好評でですね、もっとやってほしいという声が非常に多かったので、リクエストにお答えして、今後ぼちぼちやっていけたらなというふうに思っておりまして、そのためにこれ車中泊グッズを買いに行こうと思ってるんですよ。今回は普段だったらね、結構インドアな家族なんで、アウトドアショップっていうのはあまり行かないんですけど、今日はね、張り切ってその大きいアウトドアショップに行ってみたいと思います。前回車中泊初めてやってみて、いろいろもうちょっとこう改善したいなとかいうポイントがいくつかあったんですよ。そう思ったのと、あと結構 Amazon とかでもちろんグッズはいくらでも売ってるんですけど、探しきれないんですね、どうしても。それをこう実際お店に行くことで、あ、こんなんあるんだっていう発見ができたらなと思ってるんですね。来ました、アルペンアウトドアフラッグシップストアということで、もう暗くなっちゃったけど、道混んでてね。それでは張り切って立ってみます。いやー、ただいまー。ということで、ちょっとね、たくさん買ってしまいました。まだあるんです。よいしょ。はい、ということで、もう僕がちょっと映らなくなるぐらいたくさん買ってきました。本日の総額なんと、わーお、25万円。ということでね、結構な金額になってしまったんですけども、ああいうアウトドアとかキャンプ用品の場所って行ったことなかったんですけど、なかなかいい値段するんですね。今日はざっくりこれ何なのかっていう程度でご紹介していければなと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思いますが、まずはこちら、ジャンルで言うと、まあ、クッキング系。前回の車中泊は1回目だったんで、全く料理とかはしてないんですけど、今後ね、ちょっと簡単な調理とかもやっていければより面白くなるんじゃないかなと思いまして、それに使えそうな道具を買ってきました。じゃあまずこの辺りからいきますか。これはですね、何かというと、これガスです。これ1個で600円、ということで結構高いんですよ、1個1個が。まあこれ火を起こすためのガスがあって、その上にセットするやつがこれね、まあ、こんな感じの結構かっこいい、そんなに大きくない、まあ、カセットコンロ的に使えるものですね。7500円。だからほら、なかなかいい値段するんですよ。まあそんだけいいやつなんでしょうね。ちょっと調理なんかもしたいなと思ってます。じゃあ次、この辺りですね。まずじゃあこれからいこうか。これはチタンパーソナルクッカーセットということで、まあもうご覧の通りなんですけど、鍋ですね。鍋とかフライパンみたいな感じで使えるものですね。いかにもアウトドアっぽいでしょ。しかもチタン製なんで、いい素材ですよ。軽くてね。ほら、こちらも7480円なんで、いい値段ですよね。それから、あとこの辺ですね。これは、なんか、よくわかんないけど、チキンラーメンって書いてあったんで、買いました。チキンラーメンクッカー。チキンラーメンを作ることができるという鍋ですね。これも、まあ、これもほとんど同じようなものなんですけど、カップヌードル。クッカーセット、カップヌードルの絵柄になってる鍋みたいなやつ。これは書いてますけど、お膳ライトということで、まあ
ミニテーブルですね。かなり小さいです、これは。あんまり大きいやつ買っちゃうと、アルファードもね、キャンピングカーじゃないんで、そこまですごい広いかって言われると、意外とスペースがね、足りなくなってくるんで、なるべくこう、コンパクトなものをということで、これ、買いました。せっかくなんで、このお膳ライトをちょっと開けてみましょうか。うわ、なんてコンパクトなんだ。ちゃんとこういう、袋のケースに入ってるのがいいですね。よっ。最初は分解されてんのね、これ。はい、こんな感じの大きさですね。かなり小さいんですけど、まあ、車の中で使うにはいいかなと思うんですよね。ほら、こんな感じ。置いたらこんな感じで。メイドインジャパンって書いてある。いい素材使ってるぜ。さあ、続きましてこちら。超小型強力台風バーナー。これめちゃくちゃ小さいバーナーなんですよ。こんな小さいの初めて見ましたよ、僕。こんなんで火つくのっていうぐらい小さいんだけど。ほら、かっこいいですよね。この蓋をこう開けて、ここを多分パチッと押せば、まあ、ライターみたいに使えるってことかな。いきまーす。せーの。うお！お！あ、押してる間だけなんですね。お！すげー、これ。まあ、ライターだね。ほとんどバーナーライターの、さらにちょっと強化された版みたいな。うわー、すごー、これ。で、これガスすぐなくなるじゃないですか、小さいんで。で、なくなったら、ほら、補充できるんですよ、ちゃんと。普通のよくあるカセットガスのガスボンベから補充ができるということですね。で、これのケース買っちゃった、これ。レザーケース。うわ、純正のこの感じで。ほい。こう入れて、これまさかここ。こういうこと？これで合ってんのかな。ちょっと変じゃないですか。なんかおかしいなと思ったら、ちょっと違うタイプのやつ買っちゃったね、これ。はい、続きましてこちら。カトラリーセットと、ソルト&ペッパーミル。スプーン、ナイフ、フォーク。これはソルト&ペッパーってことなんで、要は塩と胡椒です。のミルなんで、多分これで砕きながら実際こう削って、まあおかずにかけたりできるということですね。かっこいいですよね。さあ、続きましてこちら。これは、なんと、釣り竿。かと思うぐらい釣り竿っぽいんですけど、釣り竿じゃなくて、はい、これご覧ください。マシュマロとかウインナーとかをこう刺して、こういう釣りみたいな感じで手が熱くなるので焼けるってことですね。で、なんかスナップするとこう回転するみたいです。すごいな、ほんと釣りなんだけどこれ。おう、そういうこと、ほんとだ、すげえ。おお。で、これもなんだか似てるんですけど、ちょっと持ち手の部分が違いますね。まあ似たようなもんなんですけど、これもこうウインナーとかそういうのを刺して焼くものです。で、ただこの手の部分がですね、こう回るんで、これ回すとどうなってるかというと、ほら、こっちが回ってるんですね。つまり、くる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 、全体をまんべんなく焼けるということです。はい、こちらでキッチン用品最後です。まな板3点セット。まな板なんだけど、折り曲がってて、中に、包丁とかそういうのを収納できるっていうもんですね。なんて優れものなんだ。ちょっと開けてみようか、これ。まあ材質はね、まな板っぽいわ。で、ここを開けます。そうするとなんか入ってんのかな、これ。おお、これはよく考えられてますね。ちゃんと包丁セットでもう最初が入ってんだ、これ。お、軽い包丁が入ってますね。で、あとこれ、栓抜き。さあ、続きまして、マット類です。前回初めて車中泊やった時に、最後にお話ししたんですけど、寝る時にちょっと腰が痛かったんですよ。っていうことで、そこをちょっと改善したいなと思って、今回ですね、マット類、いろいろ買ってきました。まあ、前回はですね、エアー式のマットを買って使ったんですよ。なんだけど、なんか僕、個人的には、エアーだけのマットってちょっと寝づらいなと思ったんですよね。エアーだからこう空気じゃないですか。なんかね、独特なこう沈みがあって、なんか疲れるんだよねっていうのがありまして、ちょっとそこどうしても改善したくて、いろいろ買ってきたんですけど、まあこれですね。まずこれはエアー式のマットなんだけど、なんでエアー式でもう一個買ってんだって話なんですけど、ね、これをまず下に敷こうと思ってます。それに重ねて、これもコールマンの、これも一応ね、エアー式といえばエアー式なんですけど、すごいところは空気入れいらないんです。どういうことって話で、なんかね、バルブがついてて、それをこう回すと自然に空気が入る仕組みになってるっていう、なんて優れもの。いや、キャンプする人からしたらもう当たり前だろっていう
ぐらいの常識なのかもしれないけども、それすら知らなくて、これは結構あの薄手の生地なんですけどね、薄手なんだけど、このエア式のマットの分厚いところにさらにこれを重ねることによって腰の痛みとかその沈み具合とか改善できるんじゃないかなと思って、一応同じブランドで2つ買ってみました。でこの分厚い方のやつは、まあ、空気入れ必要なんで、このコールマンのハイパワー充電式ポンプ、これ買ってきました。でさらにですよ、さらにこれもあるんです。寝袋です。なんでかっていうとですね、寒いです。もう季節的にも冬なんで、まあ、いくら東京といえどもまあ寒いんですよね。で基本的にはマナーとしてやっぱりあのエンジンかけたままにするわけにはいかないので、夜はあの車のエンジンを切りますってなると、エアコンがないので当然これ結構寒くなるんですよ、車内も。で前回はよくわかんなくて、もう本当になんか毛布1枚みたいなレベルで寝たんですけど、それだとやっぱりね結構冷え込んでくるんで、もう寝袋しかないでしょうということで、あとね、あ、これはですね、これはカメラの三脚ではないんですね。おー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 ちょっと待って、これおお、なんだこれ、勝手に組み立てられた感じしますけど、そうです、こちら椅子です。めちゃめちゃコンパクトだったんですけど、組み立てると椅子になるんですよ、これ。であとはこれバッグです。めちゃめちゃでかいぞこれ、大容量。今日買ったグッズをですね、バババーっとこうまとめて、これ1個持ったら車中泊 OK みたいな。さあ続きまして、服を買ってきました。そう、今回ね服もアウトドア用に一通り揃えてみました。で前回やって気づいたのは、まあ、これからの季節なんで、まず暖かさが欲しい、暖かい服装かつ寝るのが基本なので、柔らかくないとダメなんですよ。柔らかくて動きやすい服装っていうことで、今回はザ・ノースフェイス、まあ非常に有名なブランドですよね。こういう薄手のダウンですね、34,000円。でこれも揃えまして、ザ・ノースフェイスのパーカーの上下セットですね。これおいくら万円、パンツが、8500円、パーカー上10,000円。これもですね、柔らかくて裏肝であったかい、硬い服だともう疲れちゃうんだよね本当に。でこういうなんかジャージでもいいんですけど、ジャージでちょっと寒いじゃないですか、やっぱり薄いんで基本で。あとこれリュックも買っちゃいました。こちらもノースフェイスのバックパック、容量30リットルということで、やっぱ魅力は、まあ、デザインももちろんかっこいいんですけど、容量ですよ、容量すっごい入りそうなんですよね。で僕荷物結構あのパソコンとかも常に持ってるんで、荷物いっぱい入んないと困るんですよ。でこれ、まあ、見ての通りですね、幅も結構あるんでパソコン余裕で入ります。15インチの MacBook はもう余裕ですね。上がバーンって思いっきり開くんで、荷物の出し入れが楽なんですよと思って買っちゃった、これっていう感じで、今とりあえずパーカーの上下セット着てみましたけど、めちゃくちゃあったかいんだけどこれさすがいい生地ですね。もうちょっとね汗かきそうなぐらいあったかい。前回ジャージで行っちゃったんで、それを考えるとだいぶ違うと思います。もうはい、これ裏の生地なんですけど、すごいふわふわで暖かい。これにさらにこのダウン、うわ軽い、リュック背負ってみました。いやーこれ背負った感じも楽でいいな、これもう毎日これでいいんだけどっていうぐらい楽。ちょっと都内だと暑いかもね、汗かいちゃうかもしれないですけど。はい、最後にこちら、これ何かというとですね、これポータブルガスストーブ、これ屋内屋外兼用ということで、あのちょっとレトロデザインのストーブなんですけど、何がすごいかっていうと、あのよくカセットコンロやる時のカセットガスあるじゃないですか、あれで使えちゃうガスストーブなんですよ。そこがポイント、これで起動しちゃうんですよ。これは値段はですね、まあ3万3000円ぐらいでしたね。このカセットガスで使えるっていうのと、あとデザインがもう一目惚れして買いました。でこれは今日は開けません、すいません。ちょっと後の楽しみに取っておこうかなと思いまして、こうご期待。新たに買った車中泊グッズ紹介させていただきましたが、まあ、もうちょっと詳しくね、実際に今後の車中泊の動画で使っていきたいと思いますので、お楽しみに。それではまた次回の製品 TV でお会いしましょう。 See you next time。 果てしなく続く空、その先にある